朝一にやるなら筋トレ or 有酸素運動、どっちですか？毎日と週 3,4 回っていうこのどっちかだったらどっちがいいですか？1日の食事回数をですね、3回にするのか6回にするのか、理想はどっちですか？皆さんこんにちは、山本由伸です。今回も竹田子さんの持ち込み企画ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今日はですね、ズバリタイトルが減量中迷ったらこっち10選ということで、思い切って2択でいきます。はい、多分世の中の人がこれから出す問題一個一個に対してどっちかで悩むんだろうなっていうのを一応選択したので、もちろん先生からこっちって答えていただいてもいいですし、いやそもそもねっていうのでザクッと切っていただいても大丈夫です。ということで、じゃあ始めたいと思います。まず1つ目、タンパク質の摂取ですね。食材、ぶっちゃけプロテインと鶏胸肉だったらどっち？まあ減量中だったら鶏胸肉ということでしょうかね。はい、まずプロテインだとすぐお腹空いちゃう、そうですね、というのがあると思います。はい、あとまあ鶏胸肉の方は噛んだりしますので、うん、それによって消費カロリーが増えてくるということがありますし、あとカルノシンですね、はい、いわゆる疲労回復、そうしたものも入ってますので、まあ、プロテインにももちろん免疫向上とかいろいろいい面もあるんですけれども、はい、どちらか一つだったら鶏むね肉の方が減量中にはお腹に溜まっていいと思います。意外とこの固形物でしっかり取るっていうのは減量中は特に大事って話ですね。ありがとうございます。じゃあ2つ目、これは野菜嫌いの先生に聞くのが心苦しいところでありますけども、野菜食べるならブロッコリーとトマトだったらどっち？そうですね、トマトの方はいわゆる CLA 強液リノール酸というやつがあるんですけど、はい、その前駆物質13オキソ ODA というのが入っていまして、はい、減量にはトマトの方が結構役立つというのがあります。あとミネラルでいうとカリウムなんかも含まれていますし、はい、減量中に不足しやすいものがトマトの方に多いと。ブロッコリーの方はですね、まあ、肝臓の解毒作用だとか、はい、あと余計な女性ホルモンを抑える作用なんかもあったりするんですけれども、うん、原料という点に絞って考えるとトマトの方がいいかなと思います。ちなみに果物に近いイメージがあるトマトなんですけど、原料中例えばケトジェニックやっててもトマト OK ですか？そうです、やっぱりちょっと糖質がある程度含まれることはあるんですけれども、はい、トータルの糖質の量としてそれほど多くならないのであればトマト食べても全然問題ないです。おお、なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ続いて3つ目、朝一にやるなら筋トレ or 有酸素運動、どっちですか？そうですね、まあ、どちらか片方しかできないのであれば筋トレの方がいいと思います。筋トレの方がですね、その後のエポック、はい、有酸素運動に比べますとトレーニング後の消費カロリーを増やす作用が強くなりますので、1日を通して代謝を上げることができる、はい、有酸素運動はその働きがちょっと早く終わってしまうということがありますので、うん、どちらか一つということだったら筋トレの方がダイエットにはいいと思います。ちなみに先生、これもし筋トレとヒートだったらどっちになりますか？答えは。これはですね、まあ、筋トレの方が、はい、終わった後のグリコーゲンの回復とか、うん、あとタンパク合成とかに ATP が使われるんですね、はい、消費カロリー多くなります、うん、ですのでヒートの方もいいんですけれども、消費カロリー増やすという点ではトレーニング、ウェイトの方がいいです。じゃあもうできる限り朝トレーニングできる人は減量中朝トレーニングをやってほしいとですね。ありがとうございます。では続いて、減量中たくさん食べたいなって思うことってよくあると思うんですけど、はい、たくさん食べるなら朝と夜だったらどっちで食べた方がいいですか？それは朝の方がやっぱりいいですね。夜の方はインスリン感受性が下がってしまう、うん、ということがあって、まあ、夜食べた後にトレーニングするならいいんですけども、はい、おそらくそうではないですよね、うん、となりますと終わった後の、インスリン感受性を考えますと、はい、朝の方が糖質が脂肪になりにくい、うん、糖質がグリコーゲンになりやすい、はい、といったことがありますので、夜よりも朝食べた方が太りにくいと思います、うん、これ先生、減量中例えばケトジェニックの場合はもともと糖質そんな取ってないのであまり影響ないかなっていう感じも一瞬感じたんですけど、それでもやっぱり朝の方がいいですか？まあ、ケトジェニックだったら別にどちらでも変わんないですね。はい、いっぱい食べたいということですので、まあ、ローファットの人は特に気をつけた方がいいよってことですね。では続いて、筋トレの頻度ですね。毎日と週 3,4 回っていうこのどっちかだったらどっちがいいですか？まあ、ダイエットだったら毎日ちょっとずつやった方が、うん、まあ、先ほどのエポックもありますけれども、はい、代謝をずっと高めることができるということもありますので、うん、大きくするんだったら完全休養日作った方がいいですけれども、はい、ダイエットの場合はちょっとトレーニング頻度を増やした方がいいです。頻度増やすからね、やっぱりちょっとこのボリュームとか強度のコントロールだけは気をつけた方がいいですかね？そうですね、1回のトレーニング時間は短く抑えるようにしてください、はい
はい、じゃあ続いてここできました炭水化物の取り方についてです。炭水化物どっちか選べって言われたらお米とそば、先生はどっちを選びますか？それはやっぱりそばの方が GI 値が低いということもあるんですけれども、そば、うん、の方がですねアルギン結構多いんです。いろんな炭水化物源を比較した場合、そばの食事をした方が筋肉が増えたっていうようなマウスでの実験があったんですね、うんはい、まあ、研究者としてはそれはアルギニンが多いからではないかというようなことを言ってたりするんですけれども、まあそばの方が他にルチンですとかいろんなミネラルなんかも含まれますし、ただのお米に比べますとダイエットにも健康にもいいと思います。ただそばってあれですよね、小麦粉の割合がものによって違うんでコンビニのそばとか気をつけてほしいですね。そうですね、できればまあ、はい、小麦粉が8割とかそういうのは避けた方がいいかもしれないです、はいはい、ぜひコンビニのおそば食べてる人はちょっとそこを見てみてください。はい、じゃあ続いて油で今度いきます。脂質の選択肢として悩むんだったらどっちで、サーモンもしくは MCT オイルどっちで脂質増やしますかという質問です。サーモンと MCT ですか、まあ、これはケトジェニックとかやってない人だったらサーモンの方がいいと思います、はい、まあ、MCT の方がエネルギーになりやすいということはあると思うんですけれども、はい、うん、サーモンの方はですね、他にアスタキサンチンですとかビタミン D とか筋肉にいいものが入っていますので、健康にはサーモンの方がある程度いい影響を与えてくれると、うん、ただまあどちらも 10g ずつ取る、はい、ダイエットにどっちがいいかということだと MCT の方がダイエットへの影響、うん、いい影響はありますね。 MCT 摂取した後の DIT がとても高いですので、はい、体脂肪を燃焼させる効果としては MCT の方がいいんですけれども、継続的に多くの量を食べるということだったら健康面でのいい影響があるサーモンの方がおすすめです。減量中に脂質ちょっと増やしたいから食材を先に変えようか MCT 追加しようかだったら MCT の方がいいかも。そういう場合だったら MCT でいいと思います、ね、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて体重が落ちなくなったらっていうところですね、摂取カロリーを減らすかチートして一旦増やすか、それはどれくらいの減量期間かにもよるんですけれども、うん、ある程度減量期間が長いのであればチートして体重を戻した方がいいです、うん、はい、でまあ、私の場合あんまりだんだんカロリーを減らしていくっていうのはやりたくないですね、うん、そのように代謝が落ちてしまったのであればその時にも一回チートをするか、あるいはダイエットを一回ストップするというようなことを進めてますので、はい、うん、まあ、ここではカロリーは落とさないでチートする、そちらの方を選びたいと思います。はい、ありがとうございます。最後の質問ですね、パワーが落ちた時炭水化物を増やしますか、それとも一旦減量やめますか。まあ、一旦減量やめることが許されるんだったらその方がいいですね確かに。ただ、まあ、パワーが落ちるといっても、はい、それが 2% 3% ぐらいであればよくあることですので、うん、まあ、例えば全体的に 10% 体重を落としたい、はい、でそういう時にパワーが 2% 落ちたらそれぐらいだったらもうちょっと減量続けた方がいいかもしれないです。ただ炭水化物増やしてしまうと結局減量やめるのとそんな変わらないことになりますので、うん、まあ、あんまり極端にパワーが落ちたのであればもう減量を一回そこでストップしてやり直した方がいいと思います。これ先生、例えばなんですけども、こう減量のスピードをちょっと自分で運動量上げすぎたりとかしてちょっと疲れが溜まって1週間だけ落ちる可能性ってあるのかなと思うんですけど、こういった時は1週間だけとりあえず休みをたまに入れてみてオフ取ってそのまま減量食だけ続けてで1週間後に減量食のトレーニング再開とかっていうのもありですか。そうですね、疲れが溜まっていて上がらないというような場合はちゃんと疲れを取って、うん、はい、でもう一度どれぐらい本当のパワーが残ってるのかってことを確認するといいです、うん、その時は食事はそのままその1週間も維持ですね。はい、ありがとうございます。先生ごめんなさい、もう1問だけありました、これが10問目ですね。1日の食事回数をですね3回にするのか6回にするのか、理想はどちらですか。これはやっぱり小分けにした方がインスリンの働きもいいですし、うん、血糖値も安定するということですので、はい、小分けにして6回その方がダイエットには向いています、うん、これ先生、ケトジェニックとローファットだとどっちかというとケトジェニックの方が影響少ないかなっていう食事回数の数ですねとは感覚的にはあるんですけど、これも例えば固形物を3回であと MCT とかも食事のカウントとして6回にするとかでも大事なんですかね。ケトの場合だったら6回にする必要ないです ですね。そもそも脂肪の吸収がとてもゆっくりですので、うん、はい、ケトだったら1日3回とかでも全然問題ないです、うん、血糖値の乱高下もケトだったらほとんどありませんの で、はい、まあ、ケトの場合はそんなに小分けにしたりとか、はい、MCT だけ別に取ったりとかそういうことはしなくても大丈夫です。ローファットの時はとにかく小分けにして血糖値をコントロールするということですね。はい、ということでですね、皆さん多分今悩んでいるものをいろいろ解説していただいたと思います、改めてですね一個一個見直してみて自分が見落としているポイントがないかっていうのを改めて
勉強していただけると減量が進みやすいんじゃないかと個人的に思います。はい、というわけで今回はダイエット中に迷ったらこっち、はい、ということだったんですけれども、ちょうど、本日15日、はい、ダイエットの日、今月から15日はダイエットの日ということにしたいと思います、はい、本日の23時59分まで特別限定価格でお求めいただけます。さらに2つのサプリメント、このレッドギアとナクセルをセットでご購入いただきますと3800円以上お得にゲットできるというような特典になっております。詳細は概要欄をぜひご覧になってください。この機会をぜひ逃さないでご購入いただければと思います。はい、本日15日ダイエットの日ということで、ダイエットに関するですね10個の2択を今回は解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。